皆さんこんばんは。そろそろ時間になりましたので始めたいと思います。ですね、今日はニュークリアフリーな事前連続セミナーということで、アレクセイ・ヤブロコフ博士を迎えて、講演会、低線量被曝の健康影響、国際機関の放射線安全概念を問うということで、セミナーを実施します。今回の主催は、福島ポカポカプロジェクト、FOE ジャパン福島老朽原発を考える会の3団体です。私は本日の進行を務めます FOE ジャパンの三田と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、ヤブロコフさんのお話、ヤブロコフさんは皆さんよく、ご存知だと思うんですが、チェルノブイリ事故後ですね、 IAEA などの国際機関が、放射線と影響と疾患の因果関係が証明できないとしてですね、限られた疾患のみを認めただけだったんですが、チェルノブイリ、大惨事が人々と環境に及ぼした影響という著書を執筆されまして、これが大変な反響を呼びました。またロシア科学アカデミーにも所属されておりまして、この放射線影響そしてチェルノブイリ事故についてですね、鋭い問いかけを、国際的に投げかけ続けた方です。で、博士、ヤブロコフ博士にはですね、今日は、1時間ほどお話をいただきたいと思うんですが、その前に私の方からですね、簡単に、今福島で生じていることについて皆さんと、情報共有をさせていただきたいと思います。10分ぐらいで済ませようと思っています。で、そして、ヤブロコフ博士にお話をいただきまして、1時間ほど、その後、すでにおとといのセミナー代表参加されました。一部重複になってしまうかもしれないんですが、坂上武さんの方からですね、 IAEA の、放射線被曝についての、基準について、そして日本の原子力規制委員会の、放射線被曝、基準についてのその検討状況についてお話をいただきたいと思っています。ですね、この写真いつも皆さんにお見せしている写真なんですが、ある意味私たちの原点ともいえる、去年の5月23日、学校の利用基準の20ミリシーベルトの基準を撤回する人たちが、文部科学省に押しかけて、基準の撤回を迫った、そういった写真です。で、この時はですね、本当にひどいことになったということで世論も盛り上がったわけなんですが、実はこの年20ミリシーベルトというのは非常にこう、根深い、問題をその後も、日本にもたらし続けました。で、私たちはこの間4月5月そしてその後もですね、政府とこの20ミリシーベルトを撤回させるために交渉を重ねたわけなんですが、でその時の原子力安全委員会ですね、当時の原子力安全委員会はですね、いやいや20ミリシーベルトというのは安全基準じゃありませんよと何度も何度も繰り返しました。で、彼らはその、ご存知のように ICRP の緊急時被曝状況20から100ミリシーベルトの、20ミリシーベルト、そして現存時被曝状況1から20ミリシーベルトの20ミリシーベルトでもあるわけなんですが、当初のその避難の基準としてはこの上の方の緊急時被曝状況の20を用いて、ただその後、緊急時と言えないこう避難区域の外では現存時被曝状況ということで1から20ミリシーベルトの20という上限を学校利用基準として設定したわけです。で、私たちはそれはおかしいということで撤回を求めていったわけですね。で、原子力安全委員会はですね、この決定をするにあたってどの専門家も20ミリシーベルトで安全だとはしませんでしたというふうに説明していました。で、何ともその可能な限り1ミリシーベルトを目指していくんですよということも繰り返しました。で、ただそのこの講談可能な限り1ミリシーベルトを目指していくというのは、その除染の目標なんかでは使われていますが、実際問題は何というか言っているだけというような状況が現実だと思います。で、今もその、今日も特定避難勧奨地域の解除なんか記事になっていましたが、避難期間の基準も今ね、20ミリシーベルトが概ね使われているといった状況になっています。
これが今日福島民謡に出ていた記事ですね。川内村で、比較的な緩衝地点の指定が解除された、ということです。で、まあ、空間線量が毎時 3.2 マイクロシーベルト以下まで下がったことから特定避難緩衝地点 の、 認定基準となっている積算線量20ミリシーベルトを下回ると判断したということなんですね。まあ、この文言だけでいろいろおかしいなと思うことを皆さんも感じていらっしゃるかもしれません。もう20ミリシーベルトという基準がおかしいという以外に毎時に 3.2 マイクロシーベルトはいかがなものか、とんでもないというふうに思われている方もいると思います。まあ、一種の政府が自分たちで作った計算式の中で毎時 3.2 マイクロシーベルトっていうことを決めてるんですが、それにしてもですね、これだと、積算線量を20ミリシーベルトを超えてしまうと思われるんですが、まあ、こんなようなことが今決定されている状況です。で、私たちとしてはですね、この20ミリシーベルトというものはおかしいという以外にですね、20ミリシーベルトだけでバサッとですね、避難区域とそれ以外に分けて、賠償の基準も全く異なるという今の避難政策そのものが非常にこう、まあ、なんというか問題が多いものだと考えて、これについては撤回を求め続けてきました。で、これがその去年の福島市の、占領の状況ですね。ご覧のように毎時3マイクロシーベルトを超えるような場所が面的に広がっていたのにもかかわらず、これは国が定めたその20ミリシーベルトという基準に即してさえ避難区域に設定されるべき場所だったわけなんですが、国はいろいろな理由をつけて、まあ、ついに福島市は一箇所も避難区域には指定されませんでした。で、これが今年の状況です。これはフクロウの会と FO ジャパンが計測した時の状況なんですが、まあ、ご覧のようにですね、空間占領率としては下降傾向ではあるものの、それでもその、通学路あるいはその脇の水マス、そして街中を通っている水路の中央、非常に高い値を計測しているところです。で、これはその、いろいろな場所の空間占領率ですね。1メートルの高さでも1マイクロシーベルトを超える場所、あるいは場合によっては3マイクロシーベルトを超えるような場所が、点在しているわけです。で、そしてさらに私たちが危機感を感じているのは、土壌汚染の状況ですね。このように、場所によってはですね、これ民家の庭なんですが、10万ベクレルパーキログラムを超えるような高濃度のセシウム汚染が観測されているわけです。で、これは土壌汚染、これは去年の状況ですね。去年の状況で、去年も本当にこの、土壌汚染の状況が危機感を持ったんですが、今年になってそれが緩和されているかなと思いきや、全然そんなことはなくて、場所によっては去年測った時よりも高い濃度のセシウム汚染が見られています。つまり場所によってはその、汚染量が集中してしまっているような場所さえ見受けられるという厳しい状況が続いています。はい。で、県民健康管理調査、今福島県がやっている県民健康管理調査についてもですね、いろいろ問題が多くてですね、まあ、その主なものを、ピックアップしただけでもですね、このようにそもそも目的が不安解消になってしまっている、あるいはそのチェルノブイリ事故の、影響の評価をですね、小児の甲状腺がんが生じただけとして、まあ、それに即した内容の、健康管理調査のデザインになっているわけですね。つまり甲状腺検査しかやっていない、あるいは血液調査や心電図が調べていない、あるいは内部比較の把握が不十分というか、ほぼやっていないという状況ですね。というように今、非常にこう、健康管理調査の問題が山積しているわけです。つまり私たちが見るところ、まあ、基本調査として外部被曝について評価はしているんですが、それ以
外でやっているものといったら、この甲状腺のエコーの、診断のみというような、そういった状況になっています。でこのままでは、一体その、福島の方々、あるいはその、被害を受けた被災した人方々の健康状況、今の健康状況がどういうものでかすら、このままではわからないかもしれないということに大変な危機感を持っています。ということでですね、ちょっと現状認識を共有させていただきました。で続きまして、今日の本論に入らせていただきます。アレクセイ・ヤブロコフ博士から、低線量被曝の健康影響ということ でお話をいただきたいと思います。お願いいたします。И очень важно для меня это выступление. 私にとって、ここで、皆さんにお話をすることはとても嬉しいことですし、このレクチャー、この講演は私にとって、大変重要なものであります。Я биолог и был членом парламента Советского Союза и советником.Первым советником первого президента России по здоровью и экологии. 私は生物学者であり、大統領に対する生物学採用官でした。Больше 20 лет я занимаюсь изучением последствий Чернобыля. 私は10年以上にわたってチェルノブイリ事故の影響について研究しています。Я сейчас понимаю, что это очень важно для Японии знать о реальных последствиях Чернобыля. そして私は日本にとってチェルノブイリの本当の影響がどういうものであったかということを知るのが非常に重要であるということが分かっています。Моя книга о Чернобыле издана сначала в Санкт-Петербурге в России, потом в Америке, в Нью-Йорке и потом на Украине, в Киеве. 私のチェルノブイリに関する本は最初ロシアのサンクトペテルブルクで、それからアメリカのニューヨーク、そしてウクライナのキエフで出版されました。через несколько месяцев, я надеюсь, месяца через 3-4, она появится на японском языке в издательстве Иванами Шотен Паблишинг. そしてこの本が3ヶ月か4ヶ月後には日本で出版される、岩波書店によって出版されるということを期待しております。Чернобыль показал, что малые дозы официально признающиеся не серьезными, не важными, являются очень серьезными и важными. Чернобыль が示したのは、放射線、低線量放射線というものが、重要ではないというふうに思われていましたけれども、実際には非常に大きな意味を持つということです。Завтра у меня будет выступление специальное по Чернобылю, а сегодня по малым дозам.明日は私はチェルノブイリの影響についてお話をしますが、今日ここでは低線量被曝の影響についてお話したいと思います。Все, что я буду говорить, будет опубликовано сегодня. Я получил подтверждение, что мои статьи, три моих больших статьи на эту тему будут опубликованы в журнале Health and Pollution в Нью-Йорке.そして、私がこれから、お話ししますことは、ニューヨークで、出版され、される、雑誌「ヘルス&ソリューション」「健康と汚染」という雑誌に掲載されることになっております。После такого длинного выступления я начну свой доклад.
長工場、工場が長くなりましたけれども、これから私の報告をさせていただきます。Почему идут споры по Фукусиме, по Чернобылю? Почему идут споры между атомщиками и нормальными людьми? Фукусима и Чернобыль, и не касте, на зе,原子力推進業者たちと普通のまともな人たちとの間に論争が起こっているのでしょうか？Атомщики считают, что доля, что облучение, эффективная доза в 1 миллизиверт безопасна. 原子力推進論者たちは 1 миллисиверт という低線量被曝は人間として危険ではないと言っています。У вас они даже договорились для того, чтобы безопасно 20 миллизиверт. Это уже вообще сумасшествие.そして日本においては20マイクロシーベルトでさえも、ごめんなさい、20ミリシーベルトでさえも危険ではないと言われているそうですが、これはもう気違い方です。На самом деле, дозы, которые официально определяются, определить невозможно. 実際のところは、公式に、計測されたと言われている放射線量というものは、計測不可能なものです。здесь перечислены 8 постулатов, которые лежат в основе определения всех доз. 8 положений, которые лежат в основе всех доз. Определение доз. 8 положений, 8 тезисов. Да.そして、今ここに、放射線量についての8つの前提が書かれております。дальше я рассмотрю каждое из этих положений и покажу их неприменимость。 これから、この8つの前提の一つ一つについて検討を加え、これが間違っているということを証明したいと思います。первое положение невозможно практически применить, а остальные просто с научной точки зрения абсолютно некорректны. 最初のこの2つの前提、これは実践的に全く不可能なことですし、それ以降のものは科学的に不正確です。первое положение, что доза облучения является суммой внутреннего и внешнего облучения. 第一の前提とは、実光線量というのは、内部被曝と外部被曝の総和であるというものです。イチャルノブイフォクシーと、так много разных радионуклидов выбрасывается в природу, что учесть все это влияние невозможно. しかし、チェルノブイリにおきましても、福島におきましても、あまりにもさまざまな放射線各種が放出されたために、それをすべて。Все расчеты атомщиков и официальные основаны на радиоактивном йоде и на цезии 137. Йод 131 и цезий 137. Ну, 原子力推進論者たちがこの基準としている放射線各種として取り上げているのは、ヨウド131とセシウム137だけです。
Вот посмотрите, как, где находится цезий 137 в разных местах в Киеве. Киев, столица Украины, 100 километров от Чернобыля. В разных местах города Киева цезий совсем не главный был. Главные были другие радионуклиды. Шкаши, Чернобыль и его Украина, что である Киев, には, あちこちに、このセシウム137がありますが、キエフにとってはこの放射線爆種として、重要なのはセシウム137ではないのです。それから、福島の後どういった放射線爆種が放出されているか見てください。Кроме цезия и йода, вы видите, как много разных радионуклидов и какие они мощные были, а они не учитываются. Йода и цезия, и гами, どれだけたくさんの放射線各種が放出されたか、これは非常に強力なものですが、こうした放射線各種については取り上げられていないのです。Поэтому, когда нам говорят, учтем влияние внешнего и внутреннего облучения, как они учтут влияние внешнего облучения, когда не все радионуклиды могут быть учтены? ですから、原子力屋たちが、内部被曝いや外部被曝の影響を考慮するとか言っても、こうした、セシウム以外の放射線各種について、取り上げていないのに、どうやって内部被曝を考慮することができるのか分かりません。Здесь только пример, один пример таких карт, как вот этот по Греции распределение серебра и цезия, тысячи. ギリシャでは、チェルノブイリの効果物として、アルゲントム、これは銀、放射性銀。То есть, если вы учитываете пятна по цезию, так это не значит, что вы учли, что эти пятна будут по другим радионуклидам. То же самое и на Фукусиме. いけないわけですが、これは福島に関しても同じことが言えます。Проблема с разными эмиттерами. Альфа, бета и гамма. Учитываются только гамма счетчиками обычными, но вы знаете. А альфу как учесть? А как учесть бета? Ясно, что таким образом мы не можем учесть объективно учесть внешнее облучение. それから、放射線、X 線ですとか、ガンマ線、ベータ線等についてなんですけれども、これについてはどのようにして、計量することができるというんでしょうか。
В общем, получается, что вот это первое требование, что надо для определения дозы, надо учесть внутреннее и внешнее облучение, является теоретически возможным, но практически невыполнимым. このように、この一度に、言われている、内部被曝と外部被曝、この一で取り上げている内部被曝と外部被曝を合計するということは理論的には可能であっても実際問題としては不可能なんです。теперь по поводу внутреннего облучения. Внутреннее облучение определяется по опросным данным, кто сколько выпил воды, кто сколько выпил молока, какие продукты съел. この内部被曝というものは、それぞれの人がどれだけ水を飲んだか、それからどれから牛乳を飲んだかといったことに分析になります。После этого они считают среднее время пребывания этого радионуклида в теле. Среднее. Но вот реальные данные показывают, что, например, цезий у одних выводится через 5 дней, а у других через 80 дней. Стронций. У одних в костях может быть 10% стронция сохраняется в костях стронция 89 на протяжении 50 лет. А среднее время у них всего лишь там 2 или 3 месяца. В среднем 2-3 месяца. В этом месяце стронция земля, стронция 89. でこの内部被曝に関してはそれぞれの放射線、各種が、体内にどれくらいとどまっているかという平均値を求めなければなりませんが、放射線各種によっては、5日しか持たないものもありますし、80日、も、存続するものもあります、非常に長い半減期を持っているもの、例えばストロンチウム85は、骨髄の中に、入ると50年、そこにとど、まっています、ストロンチウム85に関して言いますと、その平均、寿命は2、3ヶ月です。считать, что влияние радионуклидов гомогенно в пространстве и во времени, что каждый радионуклид всегда одинаково влияет. Нет. それと、もう一つの大きな科学上の誤りは、радионуклиды передвигаются в почве. Ну, например, в Чернобыле что случилось? Сначала все радионуклиды опустились в почву, и стало меньше загрязнения на поверхности. В Чернобыле в течение первых лет загрязнение уменьшалось. 最初の、チェルノブイリが起きてからの、最初の年には、この被曝量が減少 しました、というのは、この放射性物質が土壌の中に、降りていたからです。それと同様に、今こちらの福島でも同じことが起きています。つまり被曝線量の減少ということが起きています。
А через 5 лет загрязнение снова стало расти. しかし、5年後には汚染はまた広がってきます。Потому что радионуклиды опускались в почву, попали в зону роста корней растений. なぜかというと、この土壌に入った放射性核種は根の成長と一緒にまた上がってくるからです。И хотя их физически стало меньше в результате распада, но корни вытянули их на поверхность, и их стало на поверхности больше. Было много стронция, он распался наполовину, за 30 лет. Но корни вытянули его на поверхность, и его на поверхности больше появилось.例えばストレンチウムは半減期が30年ですけれども、もう根っこによって吸い上げられて表面に出てくるんです。В одной этой картинке естественный процесс распада радионуклидов. Видно, как меняется состав радионуклидов после Чернобыля.У вас также будет. Вот точно такая же картинка будет для Фукусимы. То есть цезий и стронций сохранятся через 15-10 лет на одном уровне. Но как определить влияние на человека от других радионуклидов, коротко живущих, которых было в 1000 раз больше, чем цезий и стронций? Цезиум и стронциум ва 10年から15年、という、半減期を持つものですけれども、それ以外に、もっと半減期は短いけれども、強い、作用を放射能を持つものがあります。それは分量だと、ちょっと一定のアスプリディングのものを見ると、グレースに分かるのは、Эта пятнистость, она прослеживается на уровне нескольких десятков метров. Если вы измерили радионуклид в том углу комнаты, то в этом углу концентрация может быть в несколько раз другой. ホットスポット上の地図というのを見ましたけれども、地面から、地表から10メートル下がったところの放射線の濃度というものは何倍にも十何倍にも多かったり少なかったりすることがあります。Средние дозы 1 миллизиверт, 20 миллизиверт, это сказка
которых для популяции, это среднее для популяции. Но для одного человека никогда такого не бывает. О нем будет отличаться всегда. その住人にとっての1マイクロシーベルトという平均値あるいは基準値というものは全くのおとぎ話であって、もう放射線量被曝量というのは人によって非常に違うものです。ごめんなさい、1ミリシーベルト。Одним из положений атомщиков при определении дозы является предположение, что биологическая эффективность каждого радионуклида находится в какой градиент от 1 до 20. Но эффективность каждого радионуклида меняется с течением времени. Он попадает в организм, и из него может получиться другой радионуклид. Он может попасть в какое-то время, когда клетка делится, или там какие-то органы находятся активные или неактивные, и результат будет другой. То есть средняя концентрация радионуклида, говорить о средней эффективности действия радионуклида нельзя. しかし、人間の体内での放射線の影響というのは、この細胞や臓器の状態によっても変わってきますので、平均値というのを言うこと自体が不可能なことです。другое антинаучное предположение, которое лежит в определении дозы, средней дозы, это то, что каждый, что органы внутри нашего тела распределяются по вот такому градиенту, как вот как написано, что самые чувствительные гонады, потом красный крылатый мозг, костный крылатый мозг, потом что, желудок, ну и так далее, вот здесь вот. Так вот это вот неправильно. Вот это положенное в основу влияние внутреннего облучения классификации абсолютно ненаучно, потому что каждый орган у каждого человека может находиться в разной чувствительности. Вот такой жесткой градации не бывает. Она это сверхупрощение. それからですね、この五番、前提の五番ですね、臓器の相対的な放射性、感受性ということで、生殖腺の 0.2 から皮膚の 0.001 まで、というようなことが書かれて、というようなことが原子力によって言われていますが。これもまた、科学的ではなく、この放射、その臓器の放射線、感受性というのは人によって、非常に違って、いますので、これはあまりにも単純化Еще одно антинаучное положение, которое лежит в основе определения влияния одного миллизиверта, что один миллизиверт безопасен. Значит, в основе моделирования влияния радионуклидов находится вот этот фантом, как они говорят. Что это такое? Это наполненная жидкостью емкость, соответствующая
весу 20-летнего здорового белого человека. それが正しくない、科学的に正しくないというもう一つの理由は、この放射線の影響を受けるモデルとして考えられているのが、20歳の体重70キロの健康な白人男性がこの仮想的なモデルとされているからです。この утверждение, использование этого фантома, это антинаучно, потому что огромная внутривидовая изменчивость есть.Немного, 10-15% очень чувствительных людей, 10-12% малочувствительных. Сколько сверхчувствительных? 10-14, ну, написано, 14-20% сверхчувствительных. 14-20% малочувствительных. А 10-20% высокочувствительных.で、まあ、こうした平均的な、ファントムのような人というものが存在するわけではなくて、人によって、放射線、感受性というのは非常に違っていまして、14% の人たちが、放射線に対して、それほど感受性が強くないとすれば、20% の非常に放射線に対して強い感受性を持った人々がいるというふうにも言えるわけです。ですから、人の放射線に対する感受性というのは非常に違っております。Даже внутри отдельных рас, отдельные нации по-разному они считают. Внутри рас, негроидов, фитилов, европеоидов, разные чувствительности, разные национальности. それから民族的な違いというのも、例えばモンゴロイドであるとか、あるいはそのアングロサクソンであるとか、そういった、民族種の違いといったものも、放射線に対する感度の違いをもたらします。еще одно ненаучное предположение, которое лежит в основе официальных расчетов, что дозы прямо связаны с эффектом. Не прямо.それともう一つの、科学的でない、前提は、放射線量が即影響に反映するということです。прямая связь только вот здесь.Вот здесь прямая связь между дозой и эффектом. Прямая связь. То есть больше, только больше 20 миллизиверт, 100 миллизивертов и выше прямая связь. А в области 1 миллизиверта, 2 миллизивертов, пол миллизиверта.Влияние гораздо больше, чем это не прямая, а супралинейная связь.
20ミリシーベルトであるとか、それ以上の放射線量になりますと、この放射線量と生物学的影響というのは、比例する関係になりますが、より低線量の場合は線量が小さくても生物学的影響は大きいので、直線的な影響ということにはなりません。Еще одна крупная, даже я бы сказал, ошибка и ложь, которую мы все время отвечают, говорят, что влияние радиации – это только рак и, ну, там, я не знаю, некоторые еще заболевания. На самом деле спектр радиационных поражений гораздо более широкий. たちが言っている、ことで、大きな誤りは、放射線の、影響によって、起きる病気というのはがんだけである、がんとあと、他のわずかな病気だけであるという。Я не буду перечислять всех поражений здоровья, которые здесь есть, которые там у вас есть перевозы. Просто скажу, что очень много, практически все системы организма поражаются радиацией. ページの9のところに、いろんな病気が出ておりますが、要するに、がん性疾患や遺伝子性疾患だけではなく、非常に、放射線というのは病気に対する大きな影響力を持っております。Любое облучение вызывает раннее постарение. この中でも特に顕著なものについて申しますと、この放射線の大きな影響というのは老化を早めるということです。Молодых людей, сравнительно молодых людей, появляются признаки стариков. Ликвидаторы чернобыльские.Паспортного возраста отличаются на 7-8 лет от физиологического возраста.外見というのはそのパスポートに書いてある年齢よりも7、8歳上に見えます。И вот второе заключение, что определение одного миллизиверта как безопасной дозы не основано на научных данных. 第二の結論ですが、放射線、人間によって許容できる放射線レベル、つまり先ほどから出てます1ミリシーベルト1年というのは信頼できる科学データに基づいていないということです。Одно из оснований для модели действия радиации является последствия атомной бомбардировки в Японии, в японской бомбардировке. この放射線リスクのモデルは、広島長崎の原爆生存者のデータに基づいております。Надо иметь в виду, что
данные по японской когорте фальсифицированы с самого начала. しかし、この日本人の被爆者たちのデータというのは最初から捏造されていたということを言わねばなりません。вся официальная статистика начинается с 1950 года и не учитывают десятки тысяч людей, погибших до этого времени.Статистика начинается с 50-го года. 4,5 года в нем учитывается, а за это время погибли десятки тысяч человек. Статистика идет с 50-го года, а взрыв был в августе 45-го. 4,5 года.というのは、この、広島長崎の原爆製造者のデータというのは、1950年から初めて、統計化されたものだからです。で、それまでに、1950年までに何万人もの人々がすでに亡くなっています。теперь мы должны понимать, что вот эта концепция радиационной безопасности, которая там один резервуар, 20 резервуаров, рассчитана исходно для военных целей. Тогда нужно было, чтобы человек выживал на поле боя.в течение нескольких часов или в течение нескольких дней. そして、この1ミリシーベルトですとか20ミリシーベルトという放射線安全概念というのは、もともとは戦場において兵士が何時間か、あるいは 何日間か生き延びられればいいということを前提とした上での数字だということです。сегодня эта концепция предложена только к персоналу, только к тем людям, которые работают на атомных предприятиях в жестко контролируемых условиях, когда можно сказать, сколько минут, сколько дней, какие радиоактивы それから原発作業員の放射線防護に関しては、労働現場においては、どういった放射線各種があるかということが分かっているわけですから、より簡単に、Ну и третье заключение. Концепция радиационной, официальная концепция радиационной безопасности неприложима к ситуации облучения населения, таким как вокруг Чернобыля или вокруг Фукусимы. Неприложима с научной точки зрения.第3の結論としましては、このこういった公式の放射線被爆に関する概念といったものは、チェルノブイリですとか福島の人々に対して用いるには、適切なものではないということです。Вот теперь от этих теоретических размышлений давайте перейдем к практическому. Последнее, у меня два последних слайда по Фукусиме.
この後私の手元に2枚のスライドがありますが、今までお話ししてきたような理論的な検討から離れて実際的にどうなっているかということを見てみましょう。2年前のGermanyフルマニア、мой друг Альфред Карбары опубликовал в научном радиологическом журнале маленькую заметку. Младенческая смертность после Фукусимы. Младенческая смертность после Фукусимы. Карблей. Альфред Карблей. アルフレッド・コルブレイという人が、ドイツの雑誌に発表したんですが、そこで、この論文のタイトルというのは、福島における、乳幼児の死亡というものでした。ドクター・コルブレイ взял официальные данные японского министерства по здоровью и труду. Вы тоже можете взять эти данные, тут написано где. Теперь посмотрим, что получилось. Это младенческая смертность за много лет, вот с 2002 года в Японии, отклонение от среднего. Это средняя младенческая смертность, а это отклонение сезонное. これは2002年からの、2002年からの日本における乳幼児の死亡数です。どうして調査ですか？どうですか？через два месяца подъем младенческой смертности и через девять месяцев подъем младенческой смертности。福島の事故が起きた直後、それから2ヶ月後に乳幼児の死亡数が非常に増加しております。статистически достоверные. Вот статистически достоверные границы. То есть это отклонение абсолютно достоверное. Это не случайное. Это достоверное статистическое отклонение.今までの平均的な値からの、から離れている、ということは、これは偶然ではなくて、実際の統計上の事実です。Я подчеркиваю, что эти данные для всей Японии, для всей Японии, понимаете, что это значит?私は強調したいと思いますけれども、日本全体にとって、このデータは何を意味するんでしょうか。Это не для Токио. Это не для окрестностей Фукусимы. В Токио и в окрестностях Фукусимы эти отклонения будут вот здесь. Больше. Вот это данные по всей Японии. По всей Японии. По всей стране.これは日本全体の死亡数の分布なんですけれども、東京ではこの平均値からの増加というのはもっと大きいものです。В работе Карблейна приведены другие данные еще. По Баварии, по самой загрязненной после Чернобыля.Части Германии, Южной Германии, Бавария, точно такие же отклонения.
через 2 месяца, через 9 месяцев. そしてカルブレ氏の論文によれば、ドイツ南ドイツのババリア地方においてもチェルノブイリ事故の2ヶ月後および10ヶ月後に同じような死亡率、乳幼児死亡率の増加が見られたということです。2番目の図ですが、это число родов. Вот это вот линия, которая среднее число родов в Японии, среднее по годам. Это 出産数です。で、この真ん中の太い線が日本の平均値を表しております。И через 9 месяцев после Фукусимы число родов в Японии статистически упало. Число рожденных, новорожденных в Японии статистически меньше через 9 месяцев, чем было раньше. それが福島の事故から9ヶ月経って、日本の出産数は非常に減少しております。Эта работа только что опубликована. Наверняка она будет рассматриваться теперь со всех сторон и будут, наверное, предлагать какие-то другие объяснения, кроме Фукусимы. されるかもしれません。Я не вижу других объяснений для Фукусимы. Также, кстати говоря, это точно то же самое было в Германии. В Южной Германии, сильно загрязненной после Чернобыля, где есть хорошая статистика, точно так же получилось, как в Японии. しかし、私は福島の事故以外の説明はありえないと考えています。南ドイツの強度に汚染された地域でもこれと全く同じ統計が見られました。あ、теперь судите сами. Вот моя критика, которая была. Дозовые концепции и вот результаты применения дозовой. Нам говорят, после Фукусимы ничего страшного. Вот страшно, потому что дозовые концепции не работают.で、これまで話したことから、そしてこのグラフから、皆さん自身で、判断していただきたいと思います。この、自分の発表の中で、私は、低線量という低線量被曝は危険ではないという概念について、ずっと批判をしてきたわけですけれども、実際に、このグラフでも2つのグラフによっても低線量被曝は危険だということが示されているのではないでしょうか。やっぱり必要なく言ってある。Надеюсь, что если у вас будут вопросы, я отвечу на все. 私は細かいところはみんな端折ってお話ししましたので、もしご質問があればお返事しようと思います。Thank you very much. ヤブロコフさん、ありがとうございました。ですね、今日はお配りできなかった資料、英語の資料ですとか、最後 のグラフについて、ですね、後日FOJAPANのウェブに掲載させていただきますので、そちらの方をご覧ください。
で今の、ヤブロコフさんに対する質問をお受けしたいと思いますので、ご質問がある方は挙手をお願いいたします。内部被爆を考える市民研究会の川根と申します。中学校で理科の教員をしています。ヤブロコフ先生とネスレポさんの著書が早く日本語に訳されることを心待ちにずっとしておりました。今回の事故で、東京でもかなり要素131とともにデルル132、デルル各種がたくさん、大気中に舞ってきています。デルルについて、先生のお考えをお聞かせください。非常に重要な各種です。その各種についての危険性とか、用途も、ごめんなさい、テロルも、用途と同様に、甲状腺に対して、作用します。甲状腺に蓄積するってことですか？И вызывает поражение. Значит, неправда, что щитовидная железа, сразу поражается. Дело в том, что там есть сначала утолщения, которые не злокачественные. Потом они могут перейти в злокачественные. В Чернобыле через 4 года стали очень много злокачественных, сравнительно много злокачественных поражений. А первые поражения щитовидной железы начались через полгода. あの、甲状腺に、蓄積されるということですが、この甲状腺、障害について、甲状腺がん、というのは甲状腺腫瘍というのは、良性であることが多いというようなことが言われますけれども、実際にはそんなことはなくて、甲状腺腫瘍が悪性のものに特に移行します。そしてチェルノブイリにおいては4年後に甲状腺がんがたくさん発生しています。それからチェルノブイリの時に最初に目立った症状として出てきたのは白血病、白血症です。それからチェルノブイリで起きたのは目の水晶体が曇るということです。
сразу же побывать у меня через несколько часов после обучения, сразу же были хромосомные мутации, хромосомные операции.被爆してから数時間後には染色体異常が始まりました。ちなみにですね、この突然変異というのは個人の被爆を測る場合も非常に分かりやすい標識です。それぞれの人がそれぞれの突然変異というものを持っています。はい、次の方。はい、じゃあ、そうそう、すみません、ですね、ギリシャの、汚染分布図なんですが、これはなぜその、セシウムと、放射性銀が違うのかということと、あとこれはどこが調査したのかということと、どんな影響があるか、その3点で。Для Греции. Они приведены в моей книжке, которая будет опубликована. По другим радио тоже есть много карт. В Европе опубликовано несколько карт. Кто-то, никто не знает толком, как они влияют, потому что вычинение на алкоголь очень трудно. どうして違うのかということに関してはまだ答えていただきたいと思うんですけど、この放射性銀オルゴンの作用については分からないというわけです。で、今度出版される本には、このオルゴンだけではなくて、このギリシャの、いろいろな各種による汚染、в Греции есть данные об увеличении даты рождения, есть данные по изменению соотношения полов, число родившихся мальчиков и девочек изменилось. И вот такие данные есть по Новороссии, по Турции очень много. Да вообще это дома это написано, тысячи данных. По Турции очень много данных. Нет, почему? Спросите, почему его интересует Греция? いや、日本でも同じように例えばその放射線各種によって分布が違うんじゃないかっていうふうに思ったから、ギリシャと同じように。こう、こう、こう、あれじゃん、こういうことか。
が上がっていますね。すいません、ちょっとあの時間の関係であと3人で、あとまたあの最後に質問の時間を取りたいと思います。それではですね、あのそちらの方お願いします。あの後ろの方。最後のですね、あのグラフの説明がわからなかったのでもう一回ですね、あの横軸がですね、何年から統計が取っているんですか、それとあとあの輸入時の資本は増えてるんですけども、私には福島の事故の前からもう増えてるってことなんですか。よろしくお願いします。はい、福島の事故の前から、あの福島の事故の前から2002年から、今までのデータです。こちらは。一番左端が2002年ですね。はい、そうです。左端が2002年です。それでは増えたというのはどこから増えたと。増えたというのは福島の事故の後からということです。転生の後。転生の後ですね。タッの点がありますけどね。離れた点がパパは3つだったあるじゃないですか。標準の偏差より超えた点が2つあるといいですか。はい、じゃあこちらの方お願いします。どうもありがとうございます。8ビットニュースの澤田と申します。今ですね、日本では2つ大きく多分議論がありまして、福島の方でも汚染はの状況がひどいけどもなかなか移住ができないと思っている方、また同じく東京もですね、した方がいいと思っているかもしれないけど本当にしなきゃいけないのかというところまで危機感がなかなか分かっていないというところがあります。こういう議論の中、先生の目から見て福島の方もしくは東京も含めですけども移住できればもちろん最高、簡単にできればいいことなんですけど、なかなか難しいんですが、先生の目から見て移住すべきか否か、どういう対策を取ったらいいかというところでメッセージいただけますか。チェルノブイリの事故で、もう示されたことは、移住したということが、まあ、全ての人にとって良、かったというわけではないということです。ゾーナ、ウソコウザクリゼーニャ、アカザワス、イメイツ、ロジナルコンフィグラツ。この高濃度汚染地域というのは非常に複雑な形をしております。если бы можно было вернуться назад, то я бы сказал, что надо было эвакуировать людей из мест с высоким уровнем загрязнения. Это не обязательно 20 километров, это может быть и 30 километров, а может быть и 10 километров. Надо выяснять, надо было мгновенно高校線道を地域からはすぐに避難すべきだと思いますから、今すぐにこの汚染地図を作るべきだと思います。もう、знаете, что американцы советовали сначала, когда они облетали Фукусиму, они для себя сделали
заключению, что надо его курировать в радиусе 50 километров. それと今ちょっと言い落としましたが、それは20キロメートル圏とかそういう同心円状のところというのではなくて、実際にその放線の地域のところから避難しなくてはいけないということです。移住しなくてはいけないということです。で、皆さんもご存知かもしれませんが、一方アメリカ人が、上空から福島を見て、見たときには50キロメートル圏からは自国民は移住させるということを決めたわけです。Один из уроков Чернобыля, что надо как спасать, как облегчить судьбу людей, попавших под удар.チェルノブイリの教訓というのは、この放射能汚染の中に、生活することになった人々の生活をいかに、楽にするか、ということです。なんか、アプリで言ってたのは、どう実際に何だろう。えと、もしかすると、こういう。血液検査を行って、誰が実際に、被爆しているかということを、明らかにするべきです。И потом, конечно, регулярные проверки на счетчиках излучения человека. それからもちろん、定期的に、ホールボディカウンターで、なので高濃度の地域は地域に関しては避難すべきだと。その高濃度の判断するのは空間線量なのか土壌汚染なのかという指標の2つと、もう1つはそれはどこの数値から以上のことを高濃度と先生はおっしゃられているのかもしれない。Когда вы говорите высокая радиация, это в воздухе или в воздухе просто стандартное измерение 1 метр над почву. 空間線量で地面から1メートルのところです。これが標準的な空間線量の測る地点。そこで数値としては何以上というの？かっこいい。かっこいいです。つまちに。大丈夫です。もう、ちょっと、550キロ。примерно один килограмм все-таки это вот граница.Опасные последствия, почему много? Опасные последствия определенно наступают после обороны кюри на квадратный километр. Это 555 килобекерелей на квадратный метр. Так,
チェルノブイリの、基準から判断しまして、555kBq/m パー平方メートルです。これ以上の地点は5000メートル。данный почему много только за 20 лет 25 лет а влияние меньше одного кюрина в этом километре но если оно долго продолжается то может быть опасно радионуклиды будут там еще стоило влияние меньше даже меньше одного кюри может быть опасно, если это постоянно. しかし、チェルノブイリからまだ25年しか経っていないわけですので、仮に、この1キュリ、先ほど言った数値よりも下だったとしても、それが長く続けば危険であることには変わりはありません。マヨアシュシェリア、ニアスノーマネーナファクター、マヨアシュシェリア、チュッシュ、ショノーナイスピグレッツ、ウジャーパスタ、イスピグレッツ、ウジャーパスタ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 、ウジこれはうん、科学的なという私 の, 感じていることなんですけれども、1平方キロメートルあたり 0.1 キュリーとか 0.2 キュリーで であっても危険であり、そこから逃げ出すべきだと思います。меньше чем ни одном кюри, надо соблюдать очень много разных ограничений в питании и пребывании на этой территории. Очень много ограничений. キュリー毎平方キロメートルという単位だったんですが、今ベクレルを使ってます。毎平方メートルです。1キュリー毎平方キロメートルは 3.7 万ベクレル毎平方メートルです。1キュリー毎平方キロメートルは 3.7 万ベクレル毎平方メートルです。で、キロベクレルって僕はあまり好きじゃないので、万にしちゃってますけれども、キロベクレルに直すと37キロベクレル毎平方メートル。1キュリー毎平方キロメートルは37キロベクレル毎平方です。はい、さあ、ちなみにその37キロベクレルパー平米というのはこのチェルノブイリ避難区域の一番下のゾーンの下限ですねとなっています。この
1キロメートルのもとではもとでも、食物に対して、どういうふうにお湯で煮ないと煮てから食べないといけないかとか、что можно есть, что нельзя есть, одни грибы можно есть, другие грибы нельзя есть, одни ягоды можно, другие ягоды нельзя。キノコでもどの種類のキノコは食べてよくて、どの種類は食べてはいけないとか、ベリー類についても同様です。я не специалист, об этом написано там。私はこちらの方面の専門家ではないですけれど、これについては非常に多くの文献があります。すみません、先生がおっしゃった 0.1 キュウリでも危ない、1じゃなくて 0.1 キュウリ前平方キロメートル3700ヘクレル前平方キロメートルでも危ない。つまりその台というか4つに分けられたゾーンの一番こう下のゾーンの、私たちは徹底的なモニタリングゾーンととりあえず訳していますが、その一番下のゾーンの加減でも、先生は不安だという。さらにその10分の1です。さらに10分の1、0.1 種類前100分の1です。あらさらにその10分の1でも不安だという。ブースカラリーという0.1 より少なければ危険ではないという。先生は非常に経歴を見ると重鎮、科学の防護科学の重鎮でいらしてですね、という立場におられて、その、特に1986年から1991年ですね、チェルノブイリの事故から、ソ連の解体までの間でその、どのように思われたり、旧ソ連の体制の中で、このチェルノブイリの問題がどのように、身の回りで、あるいは今日お話しされたようなことをどこでも喋れたのか喋れなかったのかとかですね、そういうところのこう何ていうか、その時の時代のことを特にですし、今も含めてなんですけど、その辺のちょっと国家の体制と先生のお立場でどのようなこうお過ごしされ方をしたのかということを聞きたいと。チェルノブイリ事故の後は、広島に原爆が落とされてからの同様に、3年半の間は、
完全に秘密にされていました。одна из причин распада Советского Союза был Чернобыль. Горбачев このチェルノブリについて語ることができるようになったのは、この事故が起きてから5年経ってからようやく話ができるようになりました。はい、まだご質問があるようなんですが、一旦、ここで、終わりにいたしまして、で、坂上さんの、プレゼントの後にまた先生および坂上さんの質問を受けるというような形にしたいと思います。ということで、ありがとうございました。もし、安川さん、坂上さんの質問を受けるようにしてくれます。おととい話した中身ですので、話しようと思ったんですけども、今日はちょっと顔ぶれが違うような気がしますので、ちょっと改めてお伺いしたいです。で、今、今日明日明後日とですね、今夜まで IAEA を呼んで国際会議と開かれて、今回の企画というのはそれに対抗するということもあってですね、この IAEA ですね、の問題についてちょっと今の状況についてお話したいと思います。じゃあ1枚。で、ご承知のように原子力規制委員会が9月に発足しましたですね。で、前の保安委員から原子力安全委員会ですね、開始統合して、5名の委員が、設置されたんですけども、ただ配送統合されただけではなくて、非常に強大な権限と広い守備範囲を持つという規制当局で、当然のことながら福島の事故を受けて厳しい規制が求められているということになっていると思います。ところが実際に蓋を開けてみると、委員には原子力の推進機関の出身者が、委員長の田中氏をはじめとしてですね、名を連ねていると。それから福島の検証を置き去りにして、今具体的にその再稼働準備に向けた動きに邁進していると。具体的には新しい耐震基準とかですね、安全基準、そして新しい防災指針、防災計画ですね、これに邁進しているというのが実情です。そういった中で、IAEA との関係を今強化をしようとしてまして、今日も、ですね、国際アドバイザーの記者会見が行われてたと思うんですけども、結局IAEA の国際会議に来てる連中が規制委員会のアドバイザーになったというのなんですね。で、アメリカ、イギリス、フランスのそれぞれの原子力規制機関からということですけども、内実は IAEA の全て関係者ということになっています。で、それだけではなくて、今防災指針を新しく作ろうとしてますけども、そこにこう積極的にその IAEA の基準を取り入れようとしているというのが実情です。IAEA そのものについては、ご承知のようにですね、目的に原子力の平和利用の促進を謳う紛れもなく原子力推進のため の機関ということになっています。原子力推進の機関がなぜ安全基準を作るのか、一方で日本の原子力規制当局になぜ原子力推進機関の出身者が次々と送り込まれているのかと、そういう利益相反状態というのがもう国際的なレベルでも日本の中でも起きているというのが今の事情だと思います。じゃあ次を行ってもらいますけど、で、今取り込もうとしているその、IAEA の基準の中の一つがですね、原子力または放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準というのが
ありまして、でこれは、2011年7月ですね、ですから事故後具体的に定められたものです、まあ、だから IAEA はですね、まあ、3月から事故があったですね日本に入ってずっと調査をしてますので、まあ、日本の事故の状況を踏まえて、この、判断基準というのを作ったというところになっています。ただこの判断基準の中身、基本的な考え方については多分もう事故前からずっと、あったようなもので、それは、まあ、チェルノブイリの事故 の結果ですね、できたものだと思います。で具体的な文言をちょっと見てみると、例えば3の31番に長期的な医学的な追跡調査についての項目があります。でそれは当然なさるべきだというふうには書いてあるんですけども、じゃあどういった場合にその長期的な追跡調査が必要かというと2つ条件を挙げていて、1つは確定的影響の敷地を超える線量のレベル、それはまあ事故直後から出てくるような症状ですね、まあ、これは非常に高線量の被爆ということになると思います。でそして確定的影響の敷地未満の線量レベルでの長期的健康調査ですね、まあ、これが、がんとか白血病などの確率的影響のところだと思うんですけども、これについてはリスクが高い人口を適切に特定する必要があると。だからもうリスクの高いところだけ追っかければいいですよというふうに言ってるわけですね。じゃあどういったレベルがその、リスクが高いということになるのかということなんですけども、じゃあその次をお願いします、ね。次の番号のところで、お次をお願いしますか。はい、最近の医学的データからは、0.1 シーベルトを超える被曝を受けた大きな集団で、その統計的に優位に、そのがんが検出されていると、まあ、0.1 シーベルトですから100ミリシーベルト、で100ミリシーベルトを超えると統計的に優位だと書いてあって、じゃあその逆はどうだということになるんですけども、それもちゃんと書いてあってですね、一番下の方ですね、疫学的研究からは長期的に、低線量で彼らの言う低線量は100ミリシーベルトということになって、でその被爆した個人でそのような影響が認められるという点は実証されていないということで、100ミリシーベルト未満であればその影響を認められないということで、まあ、そういった人たちに対する長期的な、その調査というのは必要ないと。でそれだけではなくて、その続きになるんですけども、長期的な健康調査プログラムですね、健康調査プログラムについても非常に低い線量で被爆した人を含めることは不必要な不安を生じさせる可能性がある。でさらに公衆の健康維持の観点から見て費用対効果性はないというふうに、まあ、非常に恐ろしいことが書いてあると思うんですけども、まあ、こういった形で100ミリシビルト以下については長期的な健康調査プログラムも必要ないと、かえって害だというふうに書いてあるんですね、というのが IAEA の考え方だというだと思います。で小児の甲状腺がんだけについては、これを認めているということになっています。で整理すると、まあ、これは IAEA とかですね、あるいは、WHO、 それからアンスクエアですね、国連科学委員会、それから ICRP ですね、まあ、そこら辺が一つの一部のものとしてあると思うんですけども、まあ、そういったところが、まあ、チェルノブイリについては小児の甲状腺以外何も影響はありませんでしたよというのをですね、まあ、報告書には書いていて、で、もう IAEA の考え方としては、100ミリ以下は影響がないんだと、それだけではなくて、長期的な健康管理も必要ないというふうに言っているというのが主張です。でこの福島の実情については先ほど水田さんもお話ありましたけれども、まあ、日本が採用したのは ICRP の20から100の一番、加減値ということで20ミリシーベルトですね、まあ、これでも私たちは非常に高すぎると、でこの20ミリという基準を切って、その外には何もしないという中でですね、その避難区域の中でも外でもですね、さまざまな問題が生じて、さまざまな悲劇が生じてといった事態が福島ではあったと思います。それでもまあ、まがいなりにも例えば原子力安全委員会は当時何と言っていたかというと、100ミリ、20ミリシーベルトでも安全は安全基準ではなくて、まあ、1ミリを目指すんだと、まあ、実際にはそのようにはならなかったということで、問題が生じたということだと思うんですけども、IAEA の基準に照らすとですね、20ミリではもう
厳しすぎると、100ミリまではもう浴びてもらいましょうと、そして健康管理も必要ないというのが日本的な考え方 で、でチェルノブイリ、それから福島を経てですね、事故のたびに、基準というのはきつくなってしかるべきだと思うんですけども、事故のたびにどんどん基準を緩めていくというのがこの間の歴史で、要は事故があってもどうやって原発が推進できるのか、そういった観点に立って、基準というのは考えられているんではないかなというふうに思います。じゃあ次ですね。で、まあ、この100ミリ以下は大丈夫だと言った人たちは当然日本にもたくさんいてですね、で事故直後官邸にその専門家チームというのが作られて、そこから情報発信というのがいてされるんですね。でこれは今でも官邸のホームページに残っていますけれども、例えば4月10日15日付で、その、まあ、永滝さんというですね、まあ、その100ミリシーベルト派の、ね、まあ、重鎮みたいな人がいてですね、まあ、この人たちが、まあ、国連あるいは、WHO それから IAEA をですね、まあ、20年目の報告書を引用しながらですね、結局チェルノブイリで死者は何人だったかというと、原発内で28名が亡くなって、その後19名が亡くなっているけれども、放射性被曝との関係は認められないとかですね、で事故後清掃作業、まあ、これは清掃作業って書いてありますけども、まあ、いわゆる除染作業ですね、非常に汚染の中で作業された方が多かったと思うんですけども、24万人の被曝線量は平均100ミリシーベルトで健康に影響はなかった、そして周辺住民についても健康には影響を認められない、例外は小児の甲状腺がんで汚染された牛乳を無制限に飲用した子どもの中で6000人が手術を受け、現在までに15万人が亡くなっている、それ以外は影響はないということが今でもこんな形でホームページに載っているというのが、必要です。まあ、こういった一群が事故後も何ていうか完成された形でもっと出てきてですね、まあまあ、その代表が代表というか一番目についたところは山下哲司だったと思うんですけども、まあ、それは彼個人の個人プレーというよりはもう、まあ、IAEA なりですね、あるいは WHO なり、あるいは国連の科学委員会なりというところからですね、まあ、それとつながった、日本のいろんな機関の中で醸成されてきた100ミリ派の人たちがパッと完成された形で出てきたというのがこの間の動きだったんではないかなというふうに思います。で県民健康調査についてはちょっと先ほどもう伊佐さんがお話しされましたので調べますけれども、まあ、基本的には今IAEA の考え方に沿った形で、甲状腺がん、小児の、ね、甲状腺がん以外についてはもう調べないと、で一般検診を受けてください、がん検診についてもこれははっきり書いてあるんですけれども、勧奨しますと、勧奨というのはお勧めしますとですね、がん検診は勧奨しますとしか書いてないというのが実情です。じゃあ次お願いします。で具体的に今防災指針に対する、適用どうするのかとかで、今朝大ニュースになってたと思うんですけども、昨日ですね、実は今原子力規制委員会の中でこの防災指針をどうするかという議論がなされてまして、それの事務局案というのが出されました。その線量に応じてどういう対応を取るのか、避難基準をどうするのかですね、新しい避難基準をどうするのか、IAEA がその2011年7月の段階でどういう基準を提示していたかというと、基本的にはやっぱり100ミリなんですね。で、上にあるのが緊急防護措置と書いてあって、事故後数時間に、起きる措置が取る措置なんですけど、これについては7日間100ミリシーベルトっていうですね、そういう線量が見込まれる時にはすぐ対応しなさい。で7日間100ミリってやるとすぐ分からないので、直接的な判断基準というのが OIL と言われるものなんですけど、その右側に書いてあって、1時間あたり1000マイクロシーベルトですね、1時間あたり1000マイクロシーベルトが、1ミリシーベルトですね、はい、もうとてつもない線量ということになると思うんですけど、まあ、これが観測されたら即、行われた避難しは避難、ないしは除染です、ね、でここでいう除染は土を剥いでではなくて、体を洗って服を着替えてですね、本当にそういう切羽詰まった除染ということになると思います。でその後まあ、早期、防護措置とあって、まあ、これがもうちょっと現実的な線量に応じた避難をどうするかという判断基準になると思います。で IAEA の基準は年間100ミリシーベルトですね。でもうちょっと具体的な判断基準としては1時間あたり100マイクロシーベルトと
ていう線量を、花金指導と言っています。でこれは実は日本のこれまでの基準なりあるいは福島で取った対応と比べても非常に緩いあの基準になっています。ちょっとその辺を簡単にやっておくと思います。で、まあ、今やった直後の状態とそれから、まあ、もうちょっとあの、緊急事態ですけどもあの数日ないし数週間の行動とでもうちょっと長期の行動、3つに分かれているんですけども、まず初期の行動ですね、こちら続いてみましょう。で実は日本の国内法令でいうと防災指針の古いやつですね、まあ、改定前のやつについて言うと一応50ミリシーベルト以上で避難ということになっています。で、IAEA の基準が100ミリですので、まあ、これだけ見ても倍ということになっていますね。それからじゃあ次お願いします。で、まあ、数日ないし数週間というふうになると、まあ、日本の場合には、飯舘村が計画的避難区域になりましたけどこれが20ミリシーベルトですね。で飯舘村前には1ヶ月経って、ようやく避難基準が設定されてということでやっぱりそれが遅すぎて、ですね、そのなんていうかなあの迅速な避難というのが、かえってしあのできなくなってきたと、要はその避難基準に設定されなきゃいけなかったはずの地域がですねところに、まあ、山下さんたちが乗り込んでもう住んでも大丈夫ですよって触れてもらってですね、その後避難基準に設定されてしまったので、まあ、そんなに非常に混乱したというところもあるんですけども、でこれが20ミリシーベルトになります。で、IAEA の基準だと100ミリシーベルトで、いうことなんですね。で今回あの事務局間で出てきたのは基本的に、直後については国内法令に合わせて50ミリにしますと、それからこの数日ないし数週間の値については、20ミリですね、福島で取ったあの値にしますということです。でなんか国際基準と比べても厳しくしましたみたいですね、そういう新聞報道もあるんですけども、実のところは IAEA の基準が緩すぎるんですよ。 で実際にあの今事務局間で出てるのが、国内法令現行法令ないしは福島で取った行動をただ追認してるだけですね、で別にあの厳しくなんともなくてですね、それ自体があの問題を抱えていると。で今のあの山本さんの話もあるように、それでも全然高いとあのいうのがあの実情になっているということだと思います。じゃあ次ですね。で、じゃあもう最後になりますけれども、あのその次ですね。であの実はあの旧あの原子力安全委員会はもしあの IAEA の基準を福島で当てはめたらどうなってたかっていうのは一応シミュレーションをしているんですね。実はこれがあのこの黄色と赤の丸がついているところが、1時間あたり100マイクロシーベルトが観測されたところです。だからもし IAEA の基準を日本が採用してたら、浪江町それからカズラウ村ですね、その範囲でしか避難区域が設定されずに、左上のから飯舘村が始まるんですけども飯舘村は丸々避難区域には設定されないんですね、だから何も処置が取られないというようなあの現状になってたというふうに思います、まあ、そういう意味ではあの原発原子力の推進機関がやっぱり安全基準を立てるとこれは福島に来て調査をした上でこの基準を作っているわけですので福島を踏まえてこ の, あの数字だということを踏まえるとあのとてもそういったところにですねあのなんていうか規制の、枠をあの委ねることはとてもできないだろうと、まあ、だから今調査に入ろうとしてますけどもそういった IAEA のやるような調査とも結論が見えてますよね。あのやっぱりそういったところに規制を委ねるというのは非常に危険なことだし、まあ、そういったことはやっぱり、要請さなければ、いけないと思います。はい、以上です。ありがとうございました。それではですね、あともうあまり時間がないですが、あと10分ほどですね、坂上さんおよびヤブロコフさんに対する質問を受けますので、挙手の上すみません、ヤブロコフ博士に、先ほど 0.1 キリ程度以上はもう危険だという話をされていました、東日本にはですね、多分、まあ、ベクレル直して1万ベクレルセシウムだけで134ですね、1万ベクレルを超える地域がもう点在している状況だと思います。で実際その1万ベクレル程度の土地でチェルノブイリの経験で
どのぐらいの健康被害が生じているかっていうのを教えていただけますでしょうか。まあ、0.3 キュリーでもいいです。実際にはこの 0.3 キュリーというのが見られたあの場所っていうのはなくてですね、0からあの1まで、0から1キュリーまで、の地点、ということで、まあ、1以下のところを、この1キュリーのところではあの様々な、臓器の、障害が見られます。そしてこのあのいろいろなあの臓器における、変化というのは、すぐに、見出されたものではなくて、8年から10年後に、医者によって、見つけられたものです。よろしいですか。はい、他にご質問の方、初めて質問の方はどのくらいですか。はい、じゃすいません、そちらの男性の方お願いします。山の奥さん、話ありがとうございました。一つはもう我々市民が日本でよく見かけるデータについてコメントを頂戴したいと思います。それはあの年齢とそれから、被爆の感受性の関係を示したグラフで、年齢等に従って感受性が下がっていくという、そういうグラフなんですが、これについて、コメントをしていただけますか。これはボグマンの説によるとされております。お願いします。Thank you.
что японцы в 60-е годы показала безусловно совершенно влияние. То есть влияние революции на построение. А в Чернобыле это подтверждено было наблюдателем и на другое. И на детях. И старики более решительно. Дети, старики, беременные, это самое главное что. Дети, старики, беременные. Дети, старики, беременные. Дети, беременные, старики.今のご質問なんですけれども、ゴフマンは私が考えるには違うことを言っていると思うんですけれども、ロシアにはゴフマンより前から、クレム・パルツカヤという人が、この、放射線の、人体に対する影響というものを研究してまして、でその中で、子供を、まず大事に子供ですけれども、子供と妊娠した女性、そして、老人にとって、放射能の作用が大きいというふうに言っています。もちろんいくつかの目において、例えばその精巣に対する放射線の影響といったものは老人はあまり受けないわけなんですけれども、もうそれは老人にとってはあまり問題ではないということになります。はい、他にありますでしょうか。じゃあ、そちらの方お願いします。先ほど の坂上さんのお話ですが、国内法で旧法に比較して、という話がありましたけれども、放射線障害防止法で、多分その線量を管理区域が 0.6 マイクロシーベルト程度、マイクロシーベルト程度以上になると、なんですよね。それが考えるともうデタラメなわけで、そこのところのその言い訳をどう皆さん言う政府側とかその進めてる方は言ってるのかと、それから今のところをちゃんと言っていかなきゃいけないのと、それから緊急避難の場合と、それからこれからの福島っていうのは緊急避難ではなくて、やはりもう絶対放射線の管理区域レベルのはずですよね。もう1年半もかってるから、その中での話をぶれないように我々の方から言っていかなきゃいけないし、質問はその放射線障害防止法の管理区域のことについて、じゃあ一体これどういう対応で考えてるのかということを言ってるとか言ってないのかということです。はい、その辺はまさに事故後の学校20ミリ問題が問題になったときに、随分政府側の人とは議論をしまして、向こうの言い方は確かに放射線管理区域は、3ヶ月 1.3 ミリシーベルトで、1時間あたりに換算すると 0.6 マイクロシーベルトで、確かにその当時の学校の校庭は放射線管理区域のレベルに相当すると。でも、放射線管理区域はそもそもその原子力放射線関係の事業者が設定するもので、学校は現その事業者ではないから放射線管理区域ではないっていうのを、そういう言い方を通してます。もちろん私たちはそれは納得できないという形ではあったんですけども、一つそういうやり取りがありました。それからやっぱり年間の公衆のね線量限度1ミリシベルトっていうのはこれを守れっていうのはやっぱりずっと言ってきたわけですけども、向こうの移動は法律で定められているのは原子力を進める事業者が例えば原発の中の運転管理をするにあたっては放射線の敷地の境界で1ミリシーベルトを超えないように運転しなさいというのが定められているだけで、例えば事故で放射線が放出した時にそれが
環境中に出てその線量がどうなるっていうのは法的な枠内では何も規定されてないっていうのがだから無法状態で、だから超法規的な措置として20ミリシベルトっていうのは設定したっていうのが、その当時の多分説明だったと思います。でその辺はチェルノブイリの場合にはね法律の中にそのなんていうかな1ミリシーベルトにしなさいっていうのはちゃんと、規定があってそれでそのチェルノブイリ法ができる時にはですね一番1ミリから5ミリその一番管理しなきゃいけないレベルがやっぱり1ミリになってるんですけどもそれをめぐって国側、政府側と政府側はもうちょっと高いですね5ミリって基準にしようとして、住民側あるいはその、当時はリクビダートルの方が偉い力を持って政治的な力を持って運動されたということだったんですけどもやっぱりその法律を盾にしてということがあったと聞いています、日本の場合にはそういう規定がなくて、とにかく無法状態だから、ある意味情報機的に20を定めたっていうような説明の仕方になっています。すごいです。はい、ありがとうございます。ですね、また質問があると思うんですが、特にチェルノブイリ事故のその影響についてはですね、明日の脱原発世界会議2セッション2の大きなテーマです。でもちろんヤブロコフさんも参加してお話をいただきます。で今日は停戦量被爆の影響ということでお話をいただきましたが明日はまさにチェルノブイリ事故の影響がテーマになります。で、ぜひ東証ホールの方ですね、テーマ B で10時から12時までと、4時から6時までの、2つに分けて特に、前半はチェルノブイリ事故 の、 その影響についての、議論で後半はそのではどうしたらいいかということでもう今日いろいろ話が出たようなことを再度、じゃあ私たちはどうしたらいいのかという具体的な政策に踏み込んで避難の問題、健康管理調査の問題について議論したいと思っております。で、実は今朝もヤブロコフさんと打ち合わせをした時にですねヤブロコフさんは、そういうねアカデミックな議論をしている場合ではないと、行動あるのみというふうにおっしゃってですね叱咤激励されたということなんですがぜひ続きは明日世界会議2で聞きたいと思います。はい、でチケットをですね、なんかオンラインチケットなかなか買いづらかったそうなんですが、ここでも売っておりますので、前売りだと1日券、ちょっとお得に買えますので、ぜひお買い求めください。ということで、今日は皆さん、長くにわたりお付き合いいただきまして、ありがとうございました。これで今日のセミナー終わりにしたいと思います。もう一度、ヤブロコフさんにお願いします。